お笑いでいう養成所みたいな感じなんですけれども、そうたまたま私たちのチャンネルを見てくださったその会社の方が一緒に頑張りませんかということで声をかけていただいて所属することになりました。で事務所に所属しようと思った理由なんですけれども、YouTube を始めて1年半ぐらい経つんですけど、この先どういう風にしていけばいいのかなとか、まあ、子供たちも大きくなってきたのもそうだし、チャンネルの内容も離乳食を最初はメインにやってたんですけれども、まあ、徐々に生活の様子とかが増えてきていて、こう、まあ、いろんな人に見ていただけるようにするためにはどうしたらいいのかなっていうのが自分たちだけではなかなか難しいなと思って、そういったのをこう相談させてもらえたりとかアドバイスしてもらえるっていうところがあったので、今回そこに所属することに決めました。で所属するってなっても特に大きく内容が変わるとかっていうことではなくって、今まで通り私たちの日常をお届けするような内容で変わらないかなと思いますのでご安心ください。2つ目のご報告なんですけど、チャンネル名を今までのカズちゃんと管理栄養士ママっていうチャンネル名からカズちゃんファミリーに変更しました。イエーイ。はい、チャンネルの内容が、まあ、始めた頃は特にその離乳食を中心にこう離乳食の進め方とかやり方とかをメインでこうお届けしてたんですけれども、まあ基本何でも食べるようになって、大人の取り分けというよりかほぼ大人と同じで、まあ、味付けは薄くしたりとかバランスとか考えたりはするんですけど、ほとんど一緒の食事になってきたので、なかなかこう新しいメニューを考えるのが難しかったりとか、動画の数もかなり多いので、だいたい今普段食べてる食事ってほとんどもう過去の動画とかでレシピとかも配信しているものが多いのかなと思うので、はい、ちょっと料理系の内容をいっぱい出すっていうのが正直結構大変になってきたので、日常を中心に配信していきたいなと思って、ちょっとチャンネル名も変えることにしました。全くその今の食事の内容とかをお届けしないってことではなくて、私もできる限りちょっと他の仕事とかもあって、なかなか動画の編集時間もなく、で料理の動画って一番こうカットが多かったりとか正直こう労力がかかるところでもあって、なかなか本数は多く出せないんですけど、まあ、月2本ぐらいは、まあ、新しいレシピだったり今まで出してないものがあればそれを、お届けできたらいいなというふうに思っています。ということでご報告は2つになるんですけれども、皆さんからコメントをいただいたりとか、グッドボタンとか押していただけると本当にこちらも励みになりますので、もしよかったら何かこうメッセージだったりとか面白かったよなんていうのがあればコメントをたくさんいただけると嬉しいです。これからもかずちゃんファミリー